数秒間で DNA が解析できるということが分かってまいりました。でなぜそういうことができるかといいますと、このビデオを見ていただきますと、まずこのピラーとピラーの間の間隔をですね、ある DNA よりもちょっと大きく、で別な DNA よりもちょっと小さくしてあげます。で、大きさの違う DNA を流してやりますと、まず小さい DNA はこのようにですね、このピラーの中を、えーまあ、非常にスムーズに速く進みます。 でそれに対してピラーより大きい DNA を流してやりますとこのようにですねそのままでピラーに通れませんからピラーに引っかかっちゃうんですねでまた続き進んでも引っかかるとそうするとこれ2つ速度が随分違いますので、まあ、速さの違いでこの2つをこう識別できるとでさらにナノピラーの配列を変えてやりますとこのように一旦伸びきった DNA がそのままままっすぐ非常に速い速度でこっち これ DNA はこれよりも大きいんですけども大きい DNA がさらに小さい DNA よりもっと早く進むということも分かってまいります我々これは第一世代第二世代と呼んでますがしたがって第一世代ではこちらの DNA を測るのにちょっと時間がかかったんですが第二世代ではこちらの DNA を測るのも秒単位でできるようになってまいりますところが河合先生との共同研究の中で秒というのは非常に速いけれども先ほど河合先生おっしゃったように1秒間に ナノポアがううままくいくいようになれば1000円機を読めますそうするとナノポアを1,000本作ればですねそこに分子を1個1個1秒間に送らないといけないわけでそうすると1,000個を1秒間ですからミリ秒で分離しないといけないという課題がこのプロジェクトで生まれてきたわけです。でそれを解決するために我々が作ったのはこのナノ万里の頂上と私だけが呼んでいる構造ですが、まあ、こういう壁をですね ナノ構造でで作ったわけですで本物はこういう写真をご覧になった方もあるかと思いますがこの2つを真面目に比べてみますとナノバ里の頂上はですね幅が500ナノメーター高さ5000ナノメーターでアスペクト比というのはこの幅に対する高さの比ですがこれが10ありますでこういうナノ構造を作るのは非常に大変なのはこのアスペクト比をいかに高められるかっていうのが技術的に非常に大変でございまして。 DNA を測るにはやっぱりアスペクト比、e、が高い方が測りやすいということを我々は分かってましたのでそれを作るのにずいぶん苦労してたんですが万里の頂上はですね幅 4m で高さ9メートルということでアスペクト比、e、は2.5と技術的なレベルでいうと万里の頂上よりナノ万里の頂上が勝っているというわけですが長さを比較しますとですね我々どんだけ頑張ってもこういう小さい構造はあまり長く作れませんで 200マイクロメーターが限界なんですがバーニーの頂上はなんか辞書を見ると6,300キロあるそうでなんか最近別なのが発見されてもっと長いという話もあるそうですが、まあ、長さは完全に負けてるんですがアスペクト比だけは買ってますというわけです。でこういう新しい先ほどのナノピラーとかナノバーニーの頂上とか大阪大学に作っていただいたナノワイヤーといった技術でつい最近ですね まばたきの瞬間に DNA が分離できるようになってまいりますこれ今、1ミリ秒の画像を見せられても我々の目で見えませんので、今、これ1秒間を10ミ,リ10ミリ秒を1秒間に拡大して見てますが、そうするとこんな感じで、ちょっと見づらいですが、ここにとどまったやつとこう流れていくってやつということで、まばたきの瞬間に DNA を解析できるということが分かってまいりますでこれを従来の技術と比べますと、どれぐらい速くなったかといいますと、 DNA の解析には昔からゲルが使われていましてその後キャピラリーっていうのが出てきて、まあ、こういろいろなものが出てきたんですがかなり前の50年前のゲルの技術と比べますと大体3600万倍速くなっていますでもう本当にごく最近先月ですが4年生が非常に頑張ってくれましてさっき瞬きの時間で分離できると言いましたがちなみに瞬きの速さっていうのは大体100ミリ秒ぐらいだそうですけども。 えー、つい最近これを0.5ミリ秒で分離できるという技術ができるようになってました500マイクロ秒ですがで昨日あの会議がございまして河合先生がそれ以上早くしてどうするのという質問をされましたけれども、まあ、我々とすれば河合先生の方にもぜひ頑張っていただいてナノポアが100万個になればですね100万種類の DNA を1秒間で流さないといけないとなると マイクロ病分離が必要ですというふうにお答えしましたがあのぜひお互いにあのいい技術を作り合ってです、ね、最終的に、えー、こういうふうに緑虫で分離した細胞から DNA を取り出して DNA を伸ばしてナノポワーで測るとこういう最終的な 目標を解決するということであれの研究をこれからも進展させていきたいというふうに考えております。でちょっとすいませんもう時間がなくなってしまいましたけれども最後に一滴の血液からがん診断できるようになってまいります。でそれを最後に簡単にご紹介申し上げます。でこれはイムノピラーという技術これは最後のキーワードですがこれどうやって作るかといいますとこういうチップ状に ある材料を使ってナノテクノロジーで,です、ねまあ、またピラーで柱ですがこういう柱状のものを作ってやります。でこれ今までと違うのは DNA の場合にはただ柱を作っただけなんですが血液で診断する場合には血液中のタンパク質を特に測る必要がありますのでそれをトラップ捕まえられるような分子をこの中に入れ込んでやります。 そこが非常に苦労して作り上げたところでございますがこれがもしちゃんと働くようになれば従来の血液の検査機器っていうのはこれは名古屋大学の病院の検査室から頂い,いた写真ですが結構大きかったんですがこれをまさにスマートフォンのようなものの中に組み込めるというふうに我々は期待しているわけですでそれなぜそういうことができるかといいますとこれもやはりナノテクノロジーの力でありましてこのピラーの中にピラー自身はそんなに 小さくはないんですがこの中に実は小さい穴が開いていましてその穴が200ナノメーターこれが非常に重要な鍵でありましてこれを作ることでタンパク質を非常に早く血液中のタンパク質をごく微量の血液から早く調べられるということが分かってまいりましたで必要な血液量はですね先ほど最初に1滴と申し上げましたが実は1滴の100分の1で済んでしまいます 500ナノリッターという量なんですが、従って1滴の血液で測れるというのは、もう多分これからは時代遅れでありまして、もうほぼごくわずかの1滴の10分の1とか100分の1で測れると。で時間はまだ先ほどのマイクロ秒に比べるとかなり遅いと感じかもしれませんが、まあ、数分で測れるようになってまいりました。で、えー、と実際に測っている様子をビデオでご覧いただきますが、これが。 我々作ったイムのピラーで今、これ学生さんが血液入れてるところですがちょっとこれ、非常に、えー、早く終わっちゃうので分かりにくいんですが <laughs> よく見ていていただくと血液入れた瞬間にこっちにヒュッと流れると思いますが血液をこの中に入れてやりますとこちらに流れ込んでここにイムのピラーがございましてこのあと反応と解析をだいたい5分ぐらいで終了して血液入れてから5分後に結果が出ると。 いいうものができてまいりまりしたで何が測れるかと言いますとがんを診断できるともうすでに分かっている FP とか PSA とか CRP という、まあ、こういう検査項目がございますがそれを非常に高感度に検出できますでこのグラフはですね右に行くほど高濃度でございましてこれ以上の濃度になるとどうもがんの発症が疑われるというところですがそれよりもかなり低い濃度で測れますので低い濃度の時は大丈夫でこう高くなりそうになったら非常に がん発症が疑われますのですぐに治療を始めるということができるようになるというふうに我々考えています。でこの技術を使ってやりますと、えー、大体これまでの技術に比べて数十倍早くで感度も数百倍数千倍で必要な血液量も100分の11000分の1で済んでしまうということで、えー、こういう 技術というのは我々の社会にとって非常に重要だということでこれもつい最近ですねスペインのこういう医学誌が医学新聞があるんだそうですがすみません全部スペイン語なので全く私には分かりませんがここだけディテクションとキャンサーとです、ね、検出がん治療とここだけは分かったというわけでございまして我々の仕事がこういうところに紹介されてございます。でまた 来週もアメリカの方でも取材を受ける予定になってございますが、まあ、こういうナノポアとかナノテクノロジーを使うことでわれわれは今ご紹介したように、まあ、がんを非常に早く発見できるとでこういったことがぜひわれわれ皆さんのこれから健康で長生きする、えーまあ、元気で長生きできるようなところを支える技術になっていきたいというふうに考えています。以上ですどどううううももごごご清聴あありりががととざざいいままししたた 大変面白い発表でした。あのー。皆さんから、ご質問ありましたら、あ、はい、じゃ、あ前の方どうぞ。非常に面白い話を、ありがとうございました。ありがとうございます。あの、一点お聞きしたいんですが。はい。えっと、癌細胞を、ミドリムシの、あの、走行性で分かれる。はい、その時に、えー、多分抗体をつけるんですよね。はい。 でありましたらね今えっ、ー、と I P S なんかを使った再生医療で問題になっているその、はい、I P S 細胞の未分化の問題がありますよねはいということは未分化の細胞逆に分化細胞でもいいんですけれどもはいその細胞の表面のタンパクを取り出して抗体を作って、はい、ミドル分スにつけてあげればはい、はい、それを分けれるということですかえっと原理的にはそうです、ね、できるということはい今の技術はあの血液の細胞にはの表面にはなくてがん細胞の表面にだけある分子を、えー、まし、あ あの捕まえられる分子を緑虫につけてますので原理的には、えー、例えば iPS 細胞の未分化のものと分化しているもので細胞表面に違いがあってそれを識別できる分子があればそれを緑虫につけることはそんなに難しくないわけです逆に、えー、っと未分化のものが、はい、要するに腫瘍、えー、を起こして、ねはい、その細胞だけ取っていくことも可能なわけですかえっと、えー、そうですねあの要は 問題は細胞表面に何らかの変化が起こっているかどうかとうで、ね、はい、それが癌化に伴って起こっていれば、それをが分かれば識別できるというふうに考えます。うん、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。他に質問ございますか。あ、じゃあダーザ。えっと、血、十癌細胞の話、はい、あの検査のところで、はい、えっと十ミリリットルぐらいの血液だった。はい そこに必要なミドリムシの数っていうのはどのくらいになるのかということと CTC をミドリムシがくっついた後離れたりはしないんですかね、はい、その泳いでいく間にポロッと外してあったりとかと2つとも非常に重要なご質問でございます一1つ目は、えー、と我々やってますナノテクノロジーの、えー、一番の欠点でございましてナノテクノロジーは小さくて少なくて済むんですけども 10ミリリットルというのはそういう意味では、10ミリリットルの血液中から10個の細胞を見つけるには、えー、まだ我々ちょっと緑虫でそこまでの精度は出てきてませんので、どれほど緑虫が必要かというのはちょっとまだ分かりませんが、多分、えー、白血球が10ミリリットル中に数千万個ありますので、多分その。 下手したら10分ののとかか、ね、ぐらいい数がいるかもしれませんただ緑虫のすごくいいところは我々あの東京大学のベンチャーのユーグレナっていう緑虫を世界で初めて培養成功した会社と共同研究させていただいてるんですが、えー、で石垣島で緑虫を作る工場があるんですけどもそこから大量にあの緑虫が、えー、しかも非常に石垣島で育ってるせいか元気なやつがですね来てくれますので、まあ、なんとかそれで解決したいと。 それからもう一つのご指摘は、えー、CTC が運んでる間に外れないかということでこれ外れますでそれなぜ外れるかというと我々はわざと外れるようにしたんですねでもちろん、えー、どれぐらいの速度でどれぐらい泳がせれば外れるかというのを詳しく調べることで えー、ちょうど CTC と血液を分離できるぐらい泳いだところまでは外れなくてその後は外してやって外して CTC 生きたまま今度は医学部の先生がその中身例えばナノポアで遺伝子を調べるとか RNA みたいなのを調べると我々の最終目標はそこでありまして今までの血中のがん細胞検出技術は細胞を検出しただけで終わりなんですねその細胞を本当は調べないとどこから転移したかとか どれぐらいの重症度かというのが分かりませんので、我々はそういう意味では逆に外しやすくかつ分離の間までは外れなくて、最後はちゃんと外して CTC が調べられるという技術をこれで作る、で実際には外れますので、その外れる前に分離できるような条件を作っているというふうにご理解いただきたいと思います。 よろしいでしょうか。まだまだ質問があるかと思うんです。もうなんかあの手あげたくてムズムズしている人もいるかもしれないんですが、ちょっとお時間が来ていますので、あのこの後休憩に入りました時に、あの馬場先生を捕まえていただければいいなと思います。えー、ババ馬先生、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。